皆さんこんこにちは乗務役員の磯部でございます皆様方にはお忙しい中、パートナーロボットの説明会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日は皆様にパートナーロボットの実用化に向けた取り組みについてご説明申し上げますとともに、後ほど、リハビリテーション支援ロボットのレンタル開始についてご報告させていただきます。 まず最初にトヨタがパートナーロボットを開発する背景についてご説明いたします弊社はグローバルビジョンとして笑顔のために期待を超えてというスローガンのもといい車づくりを通じていい街いい社会に貢献することを目指しておりますその中でパートナーロボットはさまざまな社会ニーズに対して人と共生しながら 対応していくパートナーとして提案させていただいておりますこれまでのトヨタのロボット開発について振り返りますと1980年代から車両の工場にロボットの導入を開始いたしましたそして2004年の記者発表と2005年の「I ・地球博」では人と共生するロボットのコンセプトについて提案をさせていただきました2007年には 開発ビジョンを発表し、開発から実証フェーズへの移行を開始いたしました。また、2008年にパーソナルモビリティ、2011年には介護・医療支援ロボットについて、技術の紹介や実証の計画について発表させていただいております。人と共生するパートナーロボットは、将来 多くの場面で活躍が期待されています。このうち私たちは異常支援と移動支援と少子高齢化が非常に重要と捉え、現在はこれに対応できるロボットを軸に実用化を進めております。少子高齢化が進んだ未来を予測してみますと、高齢者の人数は増え、逆に 現役世代となる生産年齢人口は減少していきます。2050年には一人の高齢者を支える現役世代の人数は2000年と比較しておよそ三分の一となると言われています。えすなわち現役世代の負担は約三倍になると予想されています。この問題を解決するために。 私たちはパートナーロボットを活用したいと考えていますパートナーロボットが高齢者の生活をサポートしながら介護などを手助けすることにより2050年でも現役世代の負担が増えない未来を実現したいと思っています高齢化が進んでも現役世代の負担が増えない未来を目指して私たちはモビリティ・フォー・オール すべての人に移動の自由をそして自らできる喜びをというコンセプトのもとロボットを開発してまいりましたそしてシニアライフの支援医療の支援自立した生活の支援介護の支援という4つの領域から構成されるビジョンを掲げてパートナーロボットの実用化に取り組んでいます ここからはお客様と現地現物で開発しているパートナーロボットの紹介をさせていただきますいつまでも元気にを目指したシニアライフ支援の領域のうち立ち乗りパーソナルモビリティウィングレットについて紹介いたしますウィングレットは商業施設などの屋内 から屋外まででシームレスに走行可能なモビリティです現在は弊社のショールームメガウェブやイベント特区の講堂などでご高齢の方も含めて多くのお客様にご利用いただきながら人と共存できるモビリティを目指して実証を拡大しております。次に 早く元気にを目指した医療の支援についてご説明いたしますここでは脳卒中などのかしまひのリハビリを支援する歩行練習アシストとバランス機能の維持やリハビリを支援するバランス練習アシストを紹介させていただきますこれらのロボットは回復に合わせた段階的なアシストや ゲーム導入による楽しいリハビリの機能を特徴としていますそのため従来の負担の大きな練習を改善し長い時間でも楽しみながら練習することができますこれら2つのロボットはこれまで34の医療機関にご利用いただきながら臨床的研究を実施してまいりました臨床的研究 研究を進める中患者さんや医師医学療法士の先生方からはリハビリのモチベーションが上がった楽しい安全なリハビリができるといった評価の声をいただいていますそして臨床的研究の成果から今年リハビリテーション支援ロボットが広く世に出ることになりましたこれに関しては 後ほどさらに詳しく説明させていただきます次にいつまでも自分でできるを目指した自立した生活の支援についてご説明いただきいたします将来介護介助自立日常といった生活を幅広くサポートすることを目指して生活支援ロボット HSR を開発しております具体的な仕事として 物を拾う、物を持ってくるといった基本的なことから介護予防や健康管理への応用も視野に入れて開発していますこちらのロボットは障害者のお宅や高齢者施設などで実証を進めています今後このロボットが役立てる場面を増やしていくためさらに技術開発や実証を進めていく必要があります そこで技術開発や実証を加速するためオープンイノベーションで仲間を集めながら進めています具体的にはこのロボットを大学や研究機関にプラットフォームとして供給し開発コミュニティを形成して成果を共有しながら実用化に向けた開発や実証を進めております次に介護する側も元気に を目指した介護の支援についいて説明いたします介護の現場では8割以上の介護士の方が腰痛の経験があると言われその大きな要因として異常介護の負担が挙げられていますこれを改善するため介護者は当然のことながら介護される側も安心できる異常ロボットの開発を進めています。 現在は病院の患者様や介護施設の高齢者の方々に試していただきながら実用化を目指して開発を進めております。また高齢者の方の認知能力を維持するためには話すことが有効とされていますが対話ロボットによりいつでも気兼ねなく対話をすることができます。開発中の対話ロボットは 心地よいリズムで感情を推定しながら興味ある話題を提供することにより長く継続できる対話を目指しています現在は病院で実証を重ねながら早い時期により多くの方に使っていただけるよう実用化を目指して取り組んでおりますえ以上のように 紹介させていただいたパートナーロボットの早期実用化のため、お客様と向き合い、しっかりとニーズを把握しながら、今後も企業協力企業や研究機関、実証先、観光庁等と連携して開発や実証を進めていきます。今後、トヨタの各パートナーロボットは、順次実用化のフェーズに移行してまいります。 本日はこの後、優勝による実用化の第1弾となりますリハビリテーション支援ロボットウェールウォーク W1000 w について詳細を説明させていただきます。えー、以上全ての人に移動の自由をそして自らできる喜びを体感していただけるような明るい社会を実現するためにパートナーロボットが お役に立てれば非常に嬉しく思います。引き続きまして、玉置よりウェルウォーク WWC の概要についてご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。それではあの玉置よりご説明申し上げます。 パーートトナーロボッこれからですね、弊社パートナーロボット初の商品となります、リハビリテーション支援ロボット、ウェルウォーク WW1000 のご紹介をしてまいりたいと思います。ウェルウォークとは、下肢の機能回復のために用いる訓練・リハビリテーション用の支援ロボットでございます。このロボットは開発当初より、藤田保健衛生大学様と、 一緒になって共同開発を進めてまいりました藤田保健衛生大学の臨床第一というポリシーそれからは私どもの現地現物というポリシーその結晶としてこのウェルウォークが完成いたしました従来過死の機能リハビリテーションには様々な課題がございました今画面に映しておりますのは例として脳卒中の場合でございます 画面右側これリハビリを始めた初期の姿でございます脳卒中を発症しますと右側の脳をやられますと左側半身が麻痺しますその際足も完全に麻痺してますので力が入りませんそのために体重を保持しようとしてもですね体重が保持できないということになりますので足には 膝をがっちり固定する長い装具をつけて歩行の練習を始めるわけですえ右の画面ご覧いただきますと分かるように体重はしっかり保持できるんですけども膝が固定されているためにつま先が引っかかって足が前に出ないということでなかなか歩くことができませんえそして訓練が進んでくると膝を解放した短い装具で歩く練習を始めるわけですけどもまちょっと油断をしますとまだ あの体重は保持完全にできませんので膝を折れという形で転倒する恐れがあるということでこういった歩行練習大変つらいもので難しいものでございましたこのロボット2007年から藤田法謙成大学とこのロボットのコンセプトそれから基礎的な研究からスタートさせていただきました。 その後、藤田保健生大学病院での臨床、そして2014年からは弊社、豊田記念病院などを含めた全国の20を超える病院さんでの臨床的研究を進めてまいりました、その成果として昨年11月には、このウェルウォークとして医療機器承認をいただくことができました、そしてきょう、リースするということでお話をできるという段階になったわけでございます。 えそれではウェルウォークの説明に入りたいと思いますまず構成ですウェルウォークは患者さんの麻痺した地に装着して膝の曲げ伸ばしの動作を補助するロボット脚それからこのロボット脚を装着してベルトシステムの上で歩行練習をする トータルのシステムとしてそれを実現する本体この2つから成り立っております、えー、脳卒中の後患者さんはこのロボット脚をつけて、えー、ベルトシステムの上で歩行練習を開始するわけですこのロボット脚の足底には荷重センサーが設置してありましてそっからの情報によって膝に設けたモーター これを制御しますそれによって的確な歩行のアシストをするというものになりますすなわち、えー、体重をかけたい立脚時ですねその時にはあーモーターがしっかりトルクを出して膝が曲がらないように保持します それから足を振り出したい膝を適度に曲げて足を振り出したいという時はですね荷重センサーからの信号を適宜制御しましてベストなタイミングで振り出しをするとサポートするということになりますこれによってリハビリテーションの初期から自然な歩行に近い形で多数歩歩けるようになるというのがポイントになります。言いい換えますとと従来ののリリハビリでの長い装具と 短い相互のいいとこ取りをしたということがこのウェルウォークの特徴になりますこのウェルウォークを開発する上で二つのポイントに留意して開発をしてまいりました一つが運動学習理論に基づく支援もう一つが臨床現場での使いやすさになります運動学習理論に基づく支援ということについてお話しします運動学習とは 疾病によって失われた運動機能を再び学習し直していくということになりますこれすなわちリハビリテーションそのものでありますえこの運動学習を促進する要因としまして今画面に示しました要因いくつかのものがございますこういった要因をこのロボット機能に織り込むことによって適切なサポートをするということを実現しております例えばうまく補助して補助しすぎない アシストのの調整性の話になります患者さんの初期状態は脳卒中の度合い等によってですさまざまで,様々ですそういったさまざまな病態に体重、ね、の面下の調整振り出しのアシストの調整タイミングの調整こういったものを適宜施すことによってリハビリテーション初期から自然な姿で多数歩歩けるということになります。 さらにリハビリテーションを進める中で、患者さんがだんだんと回復していくんですけれども、いつまでもロボットがサポートし続けてもいけません。だんだんと自力で歩けるようにするには、だんだんとロボットのサポートを弱くしていくということも大事になります。そういったシームレスな設定というものができるのが、このロボットの特徴になります。また、問題への気づきという因子も大事なポイントです。私どももスポーツをする際、例えばゴルフなんかをする際、スイング の練習するわけですけれども自分のスイングの姿はなかなか見えないんですねそれをビデオに撮ってみるとこんな格好でやっているのかとここを直さないかいということがわかるわけですこれと同じようにリハビリテーションも同じことが言えます患者さんはしっかり歩いているつもりでもですね足が出なかったり体が傾いたりしちゃってる場合がありますそういったものを患者さん正面のモニターに映すことによって患者さん自身に気づいていただく それによって自分で姿勢を直したり歩き方を変えるということでリハビリテーションが促進されます。さらに画面では出しにくい過重ですねしっかり体重を残してますかっていうようなのはですね音声でフィードバックするということを行っております。また先生方へのフィードバックこれも大事になります。様々なデータをですね お医者さん方用のモニターに映し出すことによって的確なリハビリテーションの進行が実現できているということになります。次に臨床現場の使いやすさです。患者さんがですね、このウェルウォークにアクセスしやすいようにトレッドミルはですね、低床なものを採用しております。それから 限られた時間の中でたくさんの歩行練習をしていただくために装着するための時間というのはなるべく短い方がいいわけです。そういったところもですね、われわれ開発の中でおおよそもう5分あれば十分つけれる、慣れてくると1、2分で装着が完了するという形で、簡便な装着が実現しております。これによって長い時間、リハビリテーションができます。また、えー、先生方ですね の使い勝手もたくさんの工夫をしております。タッチパネルによる一括操作、それからロボットパラメーターたくさんあるんですけれども、そういったものの使い方ガイドなんかもこのロボットの中に織り込んでおります。これらはですね、あのこれまで続けてまいりました臨床研究の中で先生方からご要望いただいたものを機能の中に織り込んでいるというものになります。あのこれらの機能はですね、後ほど実機で詳しくご説明しますのでよろしくお願いします。 このウェルウォーク、2014年より全国23の施設で研究目的で導入していただき、現時点で300名を超える患者さんにご利用いただきました。この後ですね藤田保健衛生大学の斉藤先生から医学的可能性、ウェルウォークの医学的可能性についてご説明いただきたいと思います。斉藤先生生はですね藤田保健衛生大学医学医部 リハビリテーション医学第一講座の教授であるだけでなく、藤田保健生大学の統括副学長であり、また、日本リハビリテーション医学会の副理事長でもございます。また、2015年には国際リハビリテーション学会で大変権威のある、シドニー・リヒトレクチャーシップアワードというものを受賞されておりますそれでは先生よろししくお願いします。 こんにちは斉藤でございますあの私の方からは、えー、臨床的な経験を、一症例を通してご説明したいと思います。えー、この患者さんは60歳の女性で、えー、脳卒中になられてから、まあえー、脳出血ですけれども、4週間経ってで、これからやっと歩こうという患者さんです。 で右上のスライド、あのムービーを見ていただきたいんですけども、えー、歩こうとすると、今、足の長い装具をつけてますが、えー、非常にこうゆっくりで、体重がうまく乗せられない、で後ろにいる、まあ、理学療法士ですが、かなりしっかり解除しなくちゃならないと、ゆっくり、少数しか歩けないと。 トレーニングをしますとこれちょ,ちょうど7日経った時点ですが曲がりなりにもしっかりと歩いていますね。でこれはの右上のは 3, 3拍子というかつえを出して足足つえを出して足足ですが左のものは足が両足でこう2拍子というかマーチのより自然な歩行の形で歩いています。で その時でも平地を歩きますとこれ中断ですがやはり先ほどよりはちょっと良くなっているので装が短くなって杖もまあ杖は同じですかね歩いていてこのぐらいしか歩けないですね装が短くなった分まだ体が支えられていないとでだけれどもこの時点ではこの左上のようにどん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 歩いているわけですでそれを5週間繰り返しますと この左の下ですがもう両方子は全く触っていませんでロボットを使いながら歩いているとで、後で細かい話をしますがこの左の上と左の下は一見同じようにロボットが援助しているように見えますが全く違うこれは後で説明しますでそれで5週間やってうまくなってくると退院時には こう,こうやって自分で短い装具で杖も細い杖になってスタスタ歩いて帰ると、まあ、そういう意味では歩行練習というのは脳卒中の患者さん、まあ、こういう足が麻痺して歩けない場合にとっても大変なことなんですがこれロボットを使うととっても効率よく行けるとで左上のその左下を比べますとまず大きく違うのは 見た目ずいぶんはっきりと歩ける事実が出てきていますが、ロボットの設定も、膝の屈曲を助ける、ごめんなさい、これ、ひの伸展を助ける、英語はニーエクステンションですね、ニーエクステンションアシストが、上は最大です、だけども下は位置っていうのはほとんどアシストしてないと。ということは、ご本人が自分で膝を支えられると。そして トレッドミルの速度は0.4キロから0.8キロと非常にこう速く2倍に速くなっていると、まあ、そういう意味でロボットを使うと歩くのが効率よくできるようになってくるという意味で臨床の現場ではとても役に立つだろうと今思っておりますであの一緒に研究をしている他施設の一つで岡山リハビテーション病院 で、あのインタビューをしたものがありますので、ちょっとご覧ください。発症して間もなく、あの患者様がまだ。自分のあの体の麻痺に慣れていらっしゃらない時から。あのそういう早期から、あの歩行という形を取って。訓練ができるってところが、あのいいと思っています。 良くなりたいの一心で全然不安もなく先生を信じて距離を稼げるイメージで邁進できたのでもうめっちゃ集中しますね体がひねったりそれとか足が遅れてたりそういうのが全部あの説明を聞きながらちゃんと目の前で証明できるので大変役に立っています。 まあ、ロボットの新しいリハビリテーションということで全然新しいことが始まるのかと思ってたんですが今まで僕たちがやってきたことをどうやって機械に落とし込んでいくのかっていう意味で、まあ、すごく多機能な装具を使わせていただいているといった印象ですロボット特有のものだと思うんですけどもいろんなこう数値を段階を追って調整ができるということとあとそれを毎回同じのをもう一回繰り返せる ということあとはそれら人では難しいぐらい繰り返し繰り返しできるっていうところはやっぱり自分であちょっと膝の向きが違うんかなとかと思ったらアラームのようにブーっていうブザー音があってちゃんとあの体重が移動してたらちゃんとクリア音というか出てくるんで分かりやすいのであの僕たち両方師が解除をして歩いている時よりも。 患者さんご自身で歩いたっていうのをこの機械の方が言われるというところがあってそれはちょっと僕たちの反省として考えないといけないところなのかなというのも含めて印象的ですロボットの方が実際のセラピストの能力より勝っていると思われる時期もあるんですけどもそのロボットを使いこなすのは我々医療者であり あのやはり担当のあのサ、えービストたちなので、私たちがもっとロボットを十分に活用できるようにやっていくっていうのがこれから私たちがあの同時に取り組まないといけないことだと思っています。ありがとうございます。あの、えー、今今インタビューにあったことが、えー、我々がロボットを開発してきたほぼこう本質を全部語っていただいていますけれども、えー、ちょっと。 整理しますと先ほど玉置部長の方からありましたように、我々はあは現場主義というか、臨床第一で考えていますので、きちっと使えるものを作りたいと、そのためにロボットの技術を利用したいと、そういうところが始まっていますで。そのきちっと使えるとは何かというと、先ほどあったトレーニングとは学習であるという観点から、学習に必要な要素をロボットが援助するということです。で一番上にあるうまく補補助助して補助し しすぎないこれはものすごくポイントでですね、えー、歩けるというのと歩けるようになるというのは大きな違いがあって、えー、ロボットが助ければ歩けるだけれども助けると歩けるようにならないですね、えー、補助すれば、えー、補助に頼って学習するのが遅れますですから本質的に補助というのは学習になかなか難しいんですそうするとギリギリの補助 で、それも常にフィードバックがかかりながら、えー、補助の量を減らしていくような。そういう工夫がロボットに求められていて、それが数値できちっと出てきながら、えー、展開していくというのはこのロボットの特徴です。それでその結果ですね。最小の補助でたくさん歩けるとでこれもですね。やらないとできるようにならない。だからですから、3歩しか歩けなかったら3歩しか練習ができないわけです。 それを最初から何十歩あるいは何百歩って歩ける、これはものすごい効率がいいんですね。それができると。そうすると、ご自身やる気が出てきます。えー、私は歩けると思うから、えー、もっと練習しようと。これがまあ非常にこうポジティブなフィードバックになります。だけれども、えー、無理やり歩こうとすると、非常にこう助け、いい方の手足を使いすぎちゃう。そうすると、最終的にはとても偏った歩行になります。 それを防ぐためにロボットが悪い方の足をサポートするそうすると本来いい方の足がやるべきことだけやれば歩けるということが起こってきて結果的により自然な歩行ができるようになりますでさらにはですねご本人も自分の姿勢が見えます後でまた見ていただきますけれどもそうするとあここ直さなくちゃと。 あるいは音でブザーが鳴りますあるいは両方腫はどのぐらい足が力が入っているかを全部見えますそれもオンタイムで見えるそうするとですね次のプログラムをとっても考えやすくなるとでその客観的なデータは今後のロボットの開発にもつながっていくとで問題に気付くこれはフィードバックによって起こってくるわけですがそれがですね数値化されてきてで両方腫も 次のプランが立てられる、まあ、このように、えー、学習にとって役立つことを助けてくれるロボットであのロボットと両方子が助けるのは似てて随分違うんですね。えー、言ってみればロボットは千観音のようです両方子は手が2本しかなくてそれも反応する時間が遅いんです。反応する時間が遅いとこれ大体0.3秒の反応時間っていうんですが、えー、間に合わないので。 早めに助けようとするこれは見越しと言うんですけれども見越しをすると何が起こるかというと患者さんは自分でこうトライアンドエラーをする経験を失うわけですですから、えー、特に歩行のように転倒という危ないことがあるときにロボットがオンタイムでピッと助けてくれてそれも、えー、最後の最後まで待っててくれるというようなものっていうのは、えー、今までなかったわけですそういう意味では、えー、非常に力強い助っ人が我々の前に現れたと そういうふうに思っておりますそれではまた玉置部長の方に話を移します斉藤先生ありがとうございましたそれでは引き続きましてウェルウォーク WW1000 のレンタル開始についてのご説明に移りたいと思いますウェルウォーク WW1000 はですね 2016年の,16年の11月に医療機器として承認をいただきました、えー。まずですね、日本国内、えー、向けにですね、3年程度をかけて、100台程度の供給をしていくつもりでございます、えー。レンタルのメーカー希望価格としましては、初期費用100万円、月額35万円、これで生かさせていただきます。 え今日の発表説明の後5月には受注を開始したいと思いますえそして9月からデリバリーを開始する予定でございますえその間6月には第54回の日本リハビリテーション医学会えこちらに WW1000 を出展いたしましてまた多くの方々にご覧いただきたいなとに思っております営業サービス体制でございます 私どもトヨタ自動車はもともと自動車会社でございますので医療領域にそれほど強いわけでございません従いまして今回医療領域に強い営業サービスの会社様と連携をして進めさせていただきたいと思っておりますロボットの開発製造はトヨタ自動車そして営業企画管理はトヨタと三菱商事の合弁会社であります株式会社グッドライフデザイン そして営業の窓口はパラマウントベッド株式会社様パシフィックサプライ株式会社様株式会社松本技士製作所様株式会社アリゾナ製作所様にご担当いただくということに今回いたしましたまたアサービス分野ではパラテクの株式会社様にサービス業務を委託する予定でございます おしまいになりました今後に向けてでございますロボットを使ったリハビリテーションこれはまさに始まったばかりでございます引き続きですね、臨床の先生方と連携をしてロボットの機能を向上させていきたいと考えておりますまたウェルウォーク以外のこの分野医療介護分野のファミリーのロボットの開発というものも引き続き拡充させるつもりでございますまた。 医療施設などでロボットが使いやすい環境買いやすい環境ですねそういったものを整備するために例えば医療保険なんかも含めて関係の方々とさまざまな議論を進めてまいりたいなというに思っております。4つ目ですがまず日本で今回商品として供給を始めますけれども海外でもですね 同じようにリハビリテーションでご苦労されている方の話をたくさん聞きます従いまして我々としましてはなるだけ早い時期にですね海外へも展開できるように今後検討を進めてまいりたいなというふうに思っておりますはい、以上ウェルウォーク WW1000 のご説明とさせていただきますありがとうございました 引き続きまして、ロボットのデモンストレーションを行います。前方右手のロボット、もしくは前方のスクリーンをご覧ください。ではお願いします。パートナーロボット部のコーノスです。それでは、ウェルウォーク WW1000 のデモンストレーションを行います。実際のリハビリテーションの流れに沿って、特徴をご説明させていただきますが、時間の都合上、患者役にはすでに、 ロボット脚部を装着しております患者役の彼女は健常者ですが左側が麻痺している想定で進めますロボットの操作は患者様のリハビリテーションを指導する両方主役に行ってもらいます実際のリハビリではこのように椅子に座った状態でロボットを装着しリハビリを開始します ロボットトはは椅子からの立立ちち上上ががり動作もサポートしますそれでは立ち上がってくださいこのように患者様が自分のタイミングで立ち上がろうとするとロボットがその動きを検知して麻痺した膝の動きをアシストします立ち上がると膝はモーターの力で曲がらないよう保持されますので安心して立っていることができます。 ここで安全確保のためのハーネスを装着し歩行を開始しますすべてのロボット操作は両方視の手元の操作パネルから行えますので相当重症な患者様でなければ両方視一人で操作することが可能ですこのパネルから歩行速度も簡単に調整が可能です歩行中の 動作原理としてはロボット脚部の足底に内蔵する力を検知するセンサーの情報に基づき歩行の状態を判定し膝のモーターを制御しています。ウェルウォークの特徴の一つである歩行の難易度調整として多様なアシスト機能を備えています。 まずリハビリ初期は患者様は自分の力で膝を曲げ伸ばしすることができませんので麻痺した足に体重をかける際にはモーターが膝を伸ばす力をフルにアシストします回復するに従って自分で膝の動きをコントロールできるようになってくるのに伴い操作パネルから膝を伸ばす アシスト力を徐々に下げていくことができますこのアシストレベルを下げると麻痺した足に体重をかける際に患者様が自分で頑張らないと膝が曲がってしまう状態になります。また麻痺した足を前方に振り出す動作に対しては上からモーターの力で引っ張る機能が重要になります。 初期的には装着しているロボット重量分よりも少し強く引っ張ることで麻痺しした足をを前方に振り出すす。動作をアシストします回復してくれば引っ張る力を段階的に弱めていき最終的にはロボット重量分のみがキャンセルされる程度にすることで患者様は引き続きロボットの重さを感じることなく練習することができます。 また振り出すす際のの膝角度や曲げ伸ばしのスピードも簡単に調整が可能ですさらにこちらの操作パネル上では歩行中の膝角度の変化や麻痺した足にかかる力の大きさの変化とその動きをリアルタイムで確認することができますので歩行の状態を定量的に把握することができ 的確な指導につなげることができますウェルウォークのもう一つの特徴であるフィードバックの機能として視覚や聴覚によるフィードバックの機能を備えています足が麻痺した患者様は感覚も麻痺している場合が多くリハビリをうまく進めるためには映像や音で 患者様にに歩行のの状態を知らせるフィードバックの機能が大変重要になりますまず映像によるフィードバックとしまして正面モニターには歩行中の患者様の正面からの全身映像や通常なかなか確認することができない横からの映像を投影することができます。さらに 麻痺した足元が気になり、どうしても前かがみでの歩行になってしまう患者様に対しては足元の映像を投影することで正しい姿勢で足元の状態を確認しながら練習することができますさらにここには振り出しの目標位置も投影することができ頑張ってここまで振り出そうといったことを促すことができます。 音でのフィードバックとしてはまず麻痺した足にうまく体重が乗せられたかをフィードバックする機能があります麻痺側にうまく体重移動できた際にはこのようにチャイム音を鳴らすことでうまく歩けていることを本人に知らせますまた冒頭にご説明した膝を伸ばす力の アシストレベルを下げていった際、患者様自身で膝を伸ばす頑張りが不足して膝が曲がってしまったときにはブザー音で知らせる機能があります。このブザー音が鳴らないよう頑張って自分で膝を伸ばすということを促すことができます一連の練習が終了すれば停止ボタンを押すことで。 ワンタッチで全体を停止することができます椅子に座る際も膝のモーターが膝のゆっくりした動きをアシストしてくれますこのように音に合わせてタイミングを測って座ります膝のモーターがゆっくりした動きをアシストしますので尻もちのような急激な動作になることなく 安心して座ることができますあとはロボット脚部を取り外しリハビリは終了となります以上実際のリハビリテーションの流れに沿ってウェルウォーク WW1000 の特徴をご紹介させていただきました以上でデモンストレーションを終了します